LM-47 は、かつて、ソビエト連邦のレニングラード市電で使用されていた、路面電車車両。同系の付随車である LP-47 と共に1947年から1948年に、かけて製造され、車体の形状や塗装から、像という愛称で呼ばれていた。1933年以降、レニングラード市電には、 大型ボギー車の LM-33 と LP-33 の量産が続いていたが、第二次世界大戦勃発により増備は中止され、レニングラード包囲戦の中で修復不可能なほどの破壊を受けた車両が多数発生した。そこで終戦後、これらの車両の台枠を流用した戦災復旧車両を製造することとなった。これが、 運転台や電気機器を有した LM-47 と、その後方に連結された LP-47 で、ある。右側面3箇所に、乗降扉を有する主要な車体レイアウトは、LM-33、LP-33 LP と、同様であったが、車内を中心に木材を用いた、反抗性車体を有していた、LM-33、LP-33 と、異なり、 LM-47 や LP-47 は車体全体に構成部品を用いた全金属製車両として作られた。そのため車体の頑丈さが増しており、戦車を乗せたトレーラーと衝突した際に戦車は横転し、トレーラーは修復不能なほどの被害を受けた一方、LM-47 は全面が破損したものの自力走行は可能な状態で、そのまま、 修理工場まで走行したという逸話も残されている。だが、その結果車両の重量は増え、電動車の LM-47 の場合は、LM-33 から1トン増の約23トンとなった。車体は丸みを帯びた形状となり、車体上半分が増下色となった塗装と合わせて、増という愛称の由来となった。設計は1947年から始まり、 1948年から1949年にかけて LM-47 は43両、LP-47 は42両が製造された。以降は、レニングラード市電各地の路線で使用されたが、前述した重量や構造上の欠陥により1973年までに全車運用から離脱した。その後、レニングラード支改めサンクトペテルブルク支が、 電化開業90周年を迎えた1997年に事業用車両に改造されていた LM-47 と倉庫として残存していた LP-47 の復元が実施され以降はペテルブルク電気車両博物館が所有する車両として同体保存されている。また同博物館は LM-47 をもう一両所有しており2020年現在 修復作業が行われている。ありがとうございます。